今回はこのワンピースの金獅子の式のこのフィギュアの開封動画をしたいと思います。これ手に入れたんだ。はい、じゃあ開けていきましょう。テープとかいっぱい貼ってありますね。 こういう時はハサミ。さあ切りましょうか。どうするか。箱に傷ついちゃった。テープ剥がした方がよかったかな。あー結構箱に傷ついちゃった。まあいっか、このテープはこのままにしておきますね。こっちもか。危ねえ。ここもかめんどくせえな。結構爪切ってたからな。あーめんどくせえやつだ。なんだよこれ。結局やっぱダメだって。じゃハサミ使おう。よし開いた。これで開きました。はい、この金獅子の式ちょっと近いか。鼻らかせません。スイッキー。はい、デラックスフィギュア。はい、じゃあ開けたいと思います。こっちか。この箱はもう空ですね。すごいなんかプチプチのやつで囲まれてる。これがなんだ。剣だ。あの足の剣かこれ。これもないですね。ゴミで、これがなんだ。またあるのかよ、めんどくせえや。2枚重ね、どんだけこんなよ頑丈に。おお、本体ですね。またまたハサミ登場。でね、袋。よし。裂けた。浮いてる。面白い。で、こっちはなんだ。いて。なんか刺さった。いって。なんでこの足。足？金獅子足ねえんじゃねえの？
足のやつと剣のやつってね、両方つけられること？違うよね。これ説明書も何にもねえじゃねえかよ。クソだな。ちょっと長くなっちゃいましたね。箱にちょっと、あ、足ありますね。剣がそのまま手に持ってんだ。あ、これ死刑手に刀か。あ、剣獅子は足がなくてここが剣になってるんじゃなかったっけ。これ昔の式なのかな。まあいいや。はい、もうめんどくせえ。刀のスプ先プスッ開いた。うん、でこれどうだ。これコリンかな。いて、これが痛い。これが、髪が。あいて、持ちたくない。あ、入んねえぞ。あ、ぐにゃって曲がった、今、頭が。あれ？逆？逆じゃない？合ってるよな。はまんねえ。なんてこった。お、はまったかな。うん、お、はまった。はまりましたね。お、結構もうできんの、いいんだよ。で、ここの足のくぼみをここにつけるのかな。届かねえで。いいのかな、これで。逆？逆かな。こっち？こっちも関係ないか、多分。よし。おで、このさっきの剣。剣を持たせるのかな。どっちでもいいんかな、剣の向きは。向きとか、持ってる手。間に入れる。あ、こうですね。おー、できました。結構いいですね。じゃあ、これをフィギュアとして飾りたいと思います。では皆さん、さようなら。終わりです。